この事故は昨日正午ごろ、静岡県小山町須走の県道富士あざみラインで大型観光バスが横転したもので、乗客乗員合わせて36人のうち女性1人が死亡、35人が重軽傷を負いました。警察はバスを運転していた野口祐太容疑者26歳を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕。これを受け静岡県警はバスを運行していた埼玉県飯能市にある美杉観光バスの本社と営業所を今朝から過失運転致死容疑で家宅捜索しています。捜査関係者によりますと、家宅捜索では野口容疑者の健康状態やこれまでにどういった研修を行ったかなどが確認できる資料の押収を目的としているということです。